うわ、すげえ。あっ、うわ、うまそう。こんにちは、道場です。さて、今日はですね、福王寺というところに行ってみたいと思います。福王寺はですね、お寺ですね。まあお寺に行って修行して、日々の欲や煩悩にまみれた生活をね、悔い改めて解脱を目指すという、そういう仏教ドキュメントになっております。まあ福王寺はですね、アジサイと磨崖仏があってですね、まあこの時期ね、アジサイが綺麗なんでね、そちらね、撮っていけたらなというふうに思います。お前また鼻かよという声が聞こえてきそうですが、まあ、花が咲くという豊かな土地に感謝しつつ、綺麗なお花をね、お伝えできればなというふうに、そういうふうに考えるわけですよ。決してネタがないというわけではありません。まあ花って綺麗だからいいっすよね。で、今日晴れてよかった。今日ね、もう久しぶりの撮影なんですよ。もうヤフーの兄貴によるとですね、まあ雨、曇りのち雨、曇り、雨みたいな、そんな2週間ぐらいそんな感じなんですけど、今日はね、いわゆる梅雨の中休みというところで、まあ、撮影できてよかったなという感じですね。もういい加減ね、撮影久しぶりですよ。久しぶりすぎてね、まあ、撮影なのにカメラを忘れるという愚行を犯してしまいました。あ、これでも途中引き返せる距離で気づいてよかった。本当、目的地についてやっべカメラねみたいな感じになるとね、もう本当その場で出家しようかと思うぐらいね、後悔するかなと思いますが、まあ大チョンボですよね、そうなったらね。まあ小チョンボぐらいで済んでよかったなという感じです。まああとはですね、ちょっと遠回りになるんですが、帰りに道の駅清川に寄れたらなというふうに思います。まあ、道の駅清川はですね、一回紹介したことあるかなという感じがしますが、まあね、もう季節も変わって初夏ということなんでね、こちらなんかね、面白い商品があれば紹介できたらなというふうに思います。さてと、今日はマスターには頼らなくて済むとは思うんですけどね。あ、有尺公園ということで、有尺公園の近くじゃなかったかな。とりあえずね、有尺公園の方に行ってみましょう。あ、いいね、だんだん日が出て暖かくなってきましたね。ここ数日寒いぐらいあった。雨ばっか降ってから、お、知らぬ人になったね。もうそこ白水ダム、白水ダムはね、いいっすよ。うん、桁もね、もうちょっと紹介したいんですけど、あんまり竹田って知らないんですよね。なんかいいお店がねあれば紹介したいんですけど、丸福ぐらいしか知らねえよ。あとは工場の月ですか、滝源太郎ですね。左曲がる、あ、善光寺、あと2キロじゃん。左折する
これ右、よっしゃ。お、アジサイ出てる出てる、余裕ですね、余裕ですよ。お、でもこの辺すでにアジサイが咲いておる。あ、でもこの辺もアジサイなんじゃない、うん、いいねいいね。お、あっちもアジサイ、こっちもアジサイ。お、これかな、これじゃない、これじゃない、ん、あ、第一駐車場、あれ今どこやったか、第二、あ、まあ第二に止めるか。はい、では到着、行ってみましょうか。マッサージ屋なんかありますね。不幸寺ですね、アジサイ寺、日本最大級の磨崖仏を有す。面白そう、行ってみようか。お、いい色のアジサイですね。善光寺参道入り口ということで、第一駐車場よりも第二駐車場の方が近いという謎。お、あれだあれだ、なんかいい感じっすよ、磨崖仏。よし、とりあえず磨崖仏目指そう。おーほー、いいっすねいいっすね、白綺麗ですね、こりゃ。お、なんかしてんの、うわ、すげえ、ここ日本一の大きさを誇る磨崖仏か、山展望台。展望台って言っていいのかよ。とりあえず行ってみましょうかね。順路、休憩所、順路、どれ、こっち、こっち、こっちか、あ、こっちっぽい。とりあえず看板には従う。てか道がなくなってきたんだけど、べちゃ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 だよ。ベンチ的なあれもありますね。どう行きゃいいんだよこれ、難しいな。どうすっかな、戻るか。よし、ちょっとこの辺から写真撮るか。望遠だな、望遠、望遠いったく、トークさん、よしよし、妖怪も退治したぞ。よし、取っていこう。あ、違う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 、そうじゃねえ。よし、こっちの方がよっぽど順路っぽいけどね。いい感じですが、いい感じやけど、これ取り方むずいわ。いや違うな、これ取り方むずいぞ。お、橋がある、橋があれば渡る。渡っただけで特にいい感じではない。ごめんじゃねえな。はあ、リッチな感じですね。さっきのやつは七つ星のお客さんの瞑想体験らしいですよ。はい、ということで不幸寺を見てきましたが、では道の駅清川に行きますが、なんかねマスターに尋ねたらこっちっぽい。
ちょっとね、行きと違う道を通るので若干不安ではありますが、こっちの方が近いということなので、こっちから行ってみたいと思います。すでに若干後悔しております。さすがにちょっと心配すぎる。お、来た来た、これ右だ、絶対右、知らんけどふふ助けてまさん。あ、通るの。お、なんか可愛らしい石の、石のアーチですね。なんだ、石のって。あ、ここかな、ここだろ、ここだろ絶対。だって尾形って書いてるもん。これもマスターを再び召喚するまでもねえな。え、ちょっと待って、これどっちや、左かな。急に T 字路やめてほしいけど、迷わない、迷ってはいけない。あんまり来たことないけど、ここら辺は尾形の町になるのかな。尾形はね、高木屋という酒蔵さん、酒蔵じゃねえの、高木屋はお酒の名前だろうか、どっちだろう。高木屋があったり、あとは原尻の滝ですね。原尻の滝は結構ねいいですよ。道の駅原尻の滝でもよかったけどね。ちょっと初夏って道の駅清川なんかいろいろありそうじゃないですか。いや、桃が有名なんですよね、桃が。だからね、なんとなくこう初夏と言われたらね、なんかこういろいろありそうだなみたいな、そんな、まあ偏見ですよね、偏見感情。よし、これで分かりやすいメインストリートに出ましたね。あとこれまっすぐ行くだけ。トイレ休憩所、トイレ休憩を主とした休憩所ですね。やべ、スクーターに野営しそうになったぜ。今度は思想じゃなかったぜ。今日も1 AA いただきました。いや、2 AA ですね、今のね。2 AA いただきました。よし、じゃあ、どっか適当に隅っこの方に止めますかね。よいしょ、まあ別にもう隅っこじゃなくていいわ。隅っこ暮らし。お、パン屋がある。パン買って帰るか。よし。到着。あ、つけっぱな。行ってみましょうか。サウナの町文豪な、聞いたことね、聞いたことね。あとでパン買おう。パンパタンパンパタン。よし、とりあえずお買い物。がっつりトウモロコシ買っていく。入るか、入るか。そう、いつもの入るか問題だ。余裕やんけ。余裕。よし、勝利。完全なる勝ちです。なんかこれっしょ、これっしょ、これっしょ。ソフトクリームがね、いい季節になってきましたね。これは、あれだ、ほんとね。いただきます。うん、うまっ。もう少し桃っぽくてもいいな。ごちそうさまでした。さて、じゃあ、
パン買って帰るかね。すげえパン屋のおばちゃん元気よかったな。いいっすね、いいっすね。あ、どうしよう、ちょっとだけ寄っちゃう、ちょっとだけ寄っちゃいますか。やっちまったよ、唐揚げ。これちょっと大きいやつは食えんな。ぶつ切りのやつをちょっといただいてみましょうかね。熱っ、うわ、うまそう、うまそう。いただきます。うまっ、うん、味付けもいいっすね。鶏もうまい、新鮮、パリパリだな。うん、残りは家帰っていただきます。お尻拭きで手拭くよ。やべ、ヤクルトもらった。寄っちゃうの。はい、ということでお家に帰ってきましたが、でん、これですね、でか、ちょっと冷め狂っておりますが、いただきましょう。うん、うん、冷めてもうまい。結構食べやすいですね、なんか切れ込みの入り方かな。うん、食べやすい。うまっ。はい、ということでいかがだったでしょうか。福王寺はですね、まあかなり綺麗な場所でしたね。なんか落ち着いた雰囲気でね、すごい癒される感じで、紫陽花がとてもね綺麗でしたし、長い道のね迫力があったかなというふうに思います。で、道の駅清川もね、今回はトウモロコシを買いましたが、美味しそうでしたね。で、最後ね、唐揚げ買っちゃいますよね。あそこずっと気になってたんですよね。一つ食べてみましたが、とても美味しい唐揚げでしたね。ただね、不幸寺で瞑想ができなかったっていうのと、道の駅清川、あと唐揚げ屋、また来たいということで、リベンジ案件ですね。ただもう一回来たいっていう、それだけです。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。唐揚げうめえわ。唐揚げやっぱうまいです。53年も続いているらしいですからね。そらもう伊達じゃねえ。ただね、火水木が休みって言ってましたからね、平日行きてえなっていう人はちょっと注意ですね。パリパリ。